増式杉本遺跡増式杉本遺跡は、神奈川県横浜市港南草坂5丁目に所在する、縄文時代から古墳時代にかけての複合遺跡。笹下中央公園の地中に埋没しているため、解説看板はあるが普段その姿を見ることはできない。大岡川の源流である笹下川と日野川が、合流する平野部に面した、標高60メートルほどの丘陵地帯で、 笹下島川の西側に面した大地上の尾根筋にある。遺跡範囲として、この尾根筋の北園で現在環状2号線が東西に走る付近から南側の笹下中央公園と住宅地を含む230メートル150メートルほどの範囲が設定されている。横浜市都市計画道路の建設にあたり、道路として削り落とされることになった。 遺跡範囲の北側部分が横浜市埋蔵文化財センターによって発掘調査されている。1989年1991年の2回の私屈調査と1995年の私屈及び本調査の結果、縄文時代早期の遺構として土壕26基、縦穴住居跡1件、石組路1基、溝状遺構2条が発見され、 縄文時代早期に発生したとみられる地割れの痕跡も見つかった。異物として、縄文時代早期の土器編、石器、縄文中期の土器編、弥生時代後期の土器編などが出土した。またこの一帯には、中世に捧げ城が存在したと伝えられ、増式杉本遺跡の範囲も上域に含まれるとされていたことから、1989年の第一回調査の際には、 城郭以降の発見を主眼として死掘が行われたが、クルワのような城郭以降と目された平坦な場所は、縄文時代以前に形成された埋没国による地形であり、城郭または中世に属する遺構は発見されなかったという。発掘調査された範囲は削り落とされ、環状2号線となって消滅したが、南側に隣接する笹下中央公園一帯では、 元来の尾根が残っており、未調査の縄文古墳時代集落が地下に残されていると考えられる。また、同公園内に遺跡の説明板が立てられている。ありがとうございます。